どうも、しねこです。今回も俺たちの普通じゃない恋の始め方やっていきたいと思います。パート17ということで、前回の続きからになります。前回はですね、バイト途中でですね、バイトをしたよと。で、休憩時間かな、休憩時間に、先輩にね、店長いてるらしいから、挨拶してきなよみたいな感じでね、言われて、今ね、休憩室に入ったところからですね、休憩室かな。いや、前回のパートからね、だいぶ時間経ってますからね、もしかしたら、聞かれた内容を言ってるかもしれませんがね、やっていきましょう。事務所に入ると、一人の男性が、タバコをふかしながら、席に座って、のんびりしながら、ピシと向かい合いながら書類を眺めていた。お、もしかして君が天宮君かな。お疲れ様。お疲れ様です。はい、天宮大輔です。天宮ね。僕が店長の何かはだ調べとこうか。次回のパートバレンで調べておきます。じゃあ待って、今調べるか。はい、朝日川さんかな。朝日川かもしれませんが、朝日川さんにね、しとこう。朝日川だよ、よろしくね。はい、よろしくお願いします。まだ少しだけど、研修受けてみてどうだった？うち、いろんなメニューが出て、本当に喫茶店かんだね。喫茶店かよって思ったでしょ。結構、グーグーグーしてたな。でも、自宅で付き合いやすそうだ。はい、そう思いました。そうは言ってなかったな。あ、思いました。店長はいろんな国に行って修行とかされたんですか？いや、全然そういうことはしてないよ。お客さんにリクエストされて、ネットで調べてみて、作ってみて、それ少しやりが足りなかったりしたら、ちょっと自分で工夫してみたりしてるだけだよ。そうだね、メニューもいるけど、それを3回ぐらい重ねたらお店出したらすごいな。それが不思議なことに、毎度毎度お客さんに高評価でさ、高評価もらっちゃったら、もう出すしかないじゃない。それを繰り返していったらこうなっちゃったよ。それってすごくないですか？作る間に何かにつまずいたりしないんですか？あんなこと作ったことない料理でもそういうことがないね。なんでだろうね。自分で分かってないんですか？人ってすんなりできちゃうと自覚しにくいものだね。あれだ。あれ？なんか下名前呼んでない？あれ？先輩の下で呼んでない？気のせいか。気のせいじゃないか。先輩が言ってた、普通じゃないっていう意味が分かってて、分かった気がするな。花先輩ね、花先輩。この人は、料理に関してか知らないが、感覚で出てしまう人なんだ。でも、これでもう、うちがもう何やか自分でもわからなくなるってあるけど、でも別の経営が悪くならないし、むしろ良くなってるから問題ないんだよね。お昼寝ながら、ちゃんと喫茶店らしいメニューを注文してくるから、注文してくるから、一応、喫茶店としての体制は守れてるさ。はっはっは、今日もね、カミカミですよ。なんだか、俺は、とんでもないところに、バイトとして入ってしまったようだ。それからは、店長と話をしながら、バイトとしての手続きや、改めて挨拶の練習などを行った。俺は、しっかりと言われたことを、メモ帳に書き残していく。お、そろそろ、天宮君の休憩時間が終わるかな。いきなり、注文を取ったりするのは難しいから、先に、レディから覚えてほしいな。鈴風くんにそう伝えてくれ、そう伝えておいてくれ。では、お仕事を頑張ってね。はい、頑張ります。俺は、
見送れながら店内へと戻る。先輩先輩、すごい先輩ね。あ、もう休憩終わり。事務所から出ると鈴風先輩とちょうど会うことができた。鈴風先輩、今大丈夫ですか？レジを教えてもらえって店長から言われまして。あ、店長に会えたんだ。そうね、メニューも渡し終えたから。お客さんも今の時間帯なら少ないし大丈夫かな。じゃあ教えてあげる。レジ行こっか。レジね、わからんよ。シネコはね、バイトはね、来たことないからわかんないの。鈴鹿で先輩の後ろをついていき、レジへとついていく。これがレジだよ。ものすごい簡単だから、少ししたら雨宮くんもやれるようになるよ。そんな簡単なの？基本的にはレシートについたバーコードを読み込めば金額が出てくるから、お金を渡されたらレジのこの穴に小銭とお札を入れて、あとは生産ボタンを押せばお取りも買って、すごいレジですねって、すごいレジだねって、なんかあのあれかな、あのセミセールフじゃないわ、あーまあセールレジでもあるか、まあそういうタイプのレジなんかな。どうせも勝手に出てくるのね、簡単でしょ。現在の機械ですごいよね。いやもうなんか昔ながらのね、なんかレジを想像してましたね。あーもう頭がちょっと硬いな。とっても簡単ですね。これならすぐできそうです。うんうん、期待してるからね。一番気をつけることは挨拶だから、レジをしながら慣れていくといいよ。それでは私戻るから頑張ってね。間違っても壊したりしないようにね。間違ってもレジの掃除で水拭きとかしないようにね。中の基板が湿気でダメだからね。あ、鈴風先輩やっちゃったんだ。一度その落差に慣れちゃうとね、なんでわざわざもらった金額を手で打ってわざわざ自分でお釣りを数えなきゃいけないんだろうっていう気分だから気をつけてね。私はそのことで一週間考えすぎたから本当に気をつけてね。鈴風先輩の顔がぐいっと近くなる。機械です、先輩、機械です。でも先輩やっぱり可愛いな。大輔、アメヤ君聞いてるの？あ、はい聞いています。本当に嫌だったんだな。リリを壊さないように気をつけないと。でも先輩の顔が近くで見れて少し嬉しかったな。大輔あれこれなんだ？四角関係だなんか。で、あれ？先輩がなぜか俺の顔を覗き込んでくる。たまにはくん、化粧とか、キャージとかじゃないわ。化粧か、何かしてる？お風呂の後に、いつも軽く。先輩が近い。先輩。機械っす。そう、珍しいね。それじゃあ隣でレジの操作してるのを見ててあげるから、お客様が来たら対応お願いね。了解っす。一体何だったんだろうか。カラン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 、お客様が1名入ってくる。いらっしゃいませ。少し声が大きすぎたかと思ったが大丈夫だろうか。挨拶の後、キラッと鈴風先輩の方を見る。よかった。挨拶に問題はないようだ。お会計お願いします。ほら、天宮くん。店長に指示されて指導されたことを思い出す。お会計ですね。
それとお客さんはレシートを差し出してくるのでバーコードを読み取る。合計で1500円になります。500円のお釣りになります。ありがとうございました。玉屋くん、いい感じだね。うちはレジの操作はそれぐらいしかないから、もうお風呂でもできそうだね。じゃあ次は空いた席の清掃作業に入ろうか。清掃作業といっても簡単なものだった。雑巾で拭いて空いた食器などを棒に乗せて厨房まで運んでいく。簡単でしょ。すごい、バイトできるよそうですね、これぐらいならすぐできそうです。じゃあ雨宮くんは注文されたものを席まで持っていく仕事と、レジのレジでの清掃の仕事と、空いた席の清掃お願いね。了解です。大輔できるじゃん。すごいよ大輔簡単だなとちょっと思ってしまったが、お客様へ料理を取り入れに行き、レジにお客様が来たら生産をする。生産をしたのだから、もちろん席の清掃をしなければならないわけで、清掃が終わればその間に注文された料理を運ぶ。そんなローテーションは休むことなく続く。思てた時忙しい作業だった。結構大変でしょ。はい、かなり大変ですね。帰ってきたら注文を取ったりする作業も増えてくるから、早打ちになるかなんて大変だよ。が、頑張ります。ローテーションが始まって約2時間半ぐらい経ったあたりだろうか。お、雨宮くん、ソース上がっていって。あ、そうなんですか。うん、店長が4時間ぐらい入ったからいいだろうって。頑張ったね。今日はお客様多い方だったから倒れないか少し心配だったんだ。いつもはこんなに忙しくないんですか。そうだね、5分ぐらいはのんびりする時間が、食べたり来たりするよ、5分ぐらい次からは仕事が増えるんですよね。そうだね、注文を取ったりしてみるのがいいんじゃないかな。次の仕事が決まってるの。これからです。早めに行かないと忘れちゃうかもね。確かにそれありますね。頭に置いときますね。それじゃあお疲れ様。お疲れ様でした。リフトに入ると店長が PC とにらめっこしてた。俺が入ってきたのに気づいたのか、タバコを吸うのと手を止める。お疲れ、どうだった。あ、初めてのバイトは。まだ教えてもらってない仕事があるのに大変でした。今日は人が多かったからね。そうだ、シフトどうしようか。と言ってもまだ決めないか。明日また研修に入ってもらってもいいかな。入学前にもらった予定表を思い出す。そんなんもらったの。明日から本格的に授業があった気がする。夕方からになりますけど、それでもいいですか。うん、いいよいいよ。じゃあ明日の夕方からお願いね。了解です。それじゃあ着替えちゃっていいよ。どっかを開けて着替えを済ませる。着替え終わったら、はいこれ、プリントを渡される。これはね、このお店のマニュアルだよ。外出の仕方とか改めて書いてあるから。って言っても、もう遅いんだけどね。確かに。下を出してもらう店長。それじゃあ、お疲れ様。お疲れ様です。明日もよろしくね。はい、よろしくお願いします。こうして、俺の1日目のバイト生活が終わった。大輔、よくやった。よく頑張ったよ。よく頑張った。偉いよ。なんか、自己肯定感を高めるためにね、なんか言ってますけど。ということで、まあ、時間的にちょうどいい感じかなと思いますので、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。次回はバイトが終わり、夕方になりましたねと。さあ、ここからどうなんでしょうかということで、
もしその動画少しも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことですが、次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。一瞬、あくび出たような感じするけど、セーフ。アウトかもしれんな。